皆さんこんにちは。こんにちは。え表現者クライテニア編集長京都大学の藤井聡です。アシスタントの吉田直です。本日も KBS 京都ラジオスタジオからお届けしています。この番組は毎週月曜日夜9時30分から放送している番組で、今のあるがままをたっぷりとお届けしています。うん、今日本はね、はい、まあ安倍晋三さんというまあ大きな重要な政治家をまあ失ってしまったわけですけども、はい、まあその直後に参議院選挙があって。 でこれで岸田内閣率いる与党自民党公明党が象そうでしたんですね。で,ね、はい、でこれはもう今回あんまり争点がようないなとようわからんなと言ってたんですけどこれはとにかく岸田さんがいいよと、うん、いうことを国民が言ったこのまま支えていくのかっていう,、うんうん、そ,うそうですね。岸田さんがやっていいいくのでいいよ よろしくね、岸田さんって言ったとこれ、官邸解釈しますからね。で、まあ、ほんまのところは、野党、ちょっと気持ち悪いし、もうええかもしょうがないな、これでええか、みたいな話やとは思うんですけどね、<laughs> まあ、野党が原発止める言うてん、そんな止まったらどうすんねお前、みたいな、え憲法を堅持て、もう、なんや、それ、みたいなねじゃあ、あまりにも秘密的なことを野党が言ってるので。うんうん も与党ではもうってなっただけだけどもう指示されるとうんありがとう僕がやってたこと言ってたこと嘘ついたこととか全部いいんだねありがとうって嘘ついたことうん、まあ、嘘あごめんうちょっと忘れて嘘ついててないいからっていうような、ね、話になってるんですけども岸田さんがその安倍さんが亡くなった時に、うん、安倍元総理の思いこれをしっかり受け止め、えー、引き継かせていただきたいと。 で日本について引き続きしっかり責任を果たしていきたいと、まあ、おっしゃってたので、まあ、そういう意味で今日はね岸田さんは安倍さんの思いを本当に引き継げるのかっていうことをね、うん、まあこれまでの岸田さんの言動を振り返りながら、うん、できるのかって、まあ、もうこの反語形みたいな疑問文になってますけど、うん、できるのか、はい、っていうのを、ね、しっかり考えていきたいと思います。最後ままでよろししくお願いいす岸田文雄は安倍のの思いを引き継げるのか週刊くらいてるよ 藤井聡さんのアルガママラジオ。この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡氏編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡です。こんばんはアシスタントの吉田直です。えー、今日はねあの放送日18日 <laughs> ということですけれどもちょうど1週間前の10日にねあの参議院選挙が それからまあ1週間、まあ、経ってますから、えーまあ、いろんなことがまあ動いているところだと思いますけども、えー、今日の収録時点は11日であの選挙の翌日に今これ収録しているんですけれども、まあ、結果はあの与党大勝、はいうん、もうボロ勝ちですよね改選過半数を超えているともともとの数もまあ超えているということで対象なんですよ。で今回のね 選挙は一体いい何だったのかっていうのでよく分からん選挙なんだとずっと言われてたんですけど一個だけ分かってることがあってそれは岸田文雄内閣の是非を問うとうこれが不満があんねやったらもう自民党入れへんかったらやないかと不満が ないにやったらもう支持したいやないかということで、まあ、と言われてたので、まあ、これはもう岸田文雄さんとしては、もう皆さんありがとうございますと、私のやってたことをお褒めていただいたんですねと、ありがとうございますということに、まあまあ、なってるわけですよ、まあ、そうやった方はそういう、投票者はそう思ってるかどうかは別として、はいえー、これはもう岸田文雄さんとしてはそう思うということで、うん、で安定的な政権を築いて、黄金の3年と、まあ、言われてると。で この黄金の3年っていうねこれ報道で言われてるじゃないですかこれが3年間すごいなんか安定しますえと黄金の3年間だとかってまあ3年中のこの今度の国政選挙まで3年間ってことなんですけどただ最大の懸念事項があったんですよかつては <ほう S 1> 今はないと言ってもいいのかもしれないですけどそれはね安倍晋三さんだったんですよこれあの政府内の最大の支援者だったんですね安倍晋三さんだから最大の支援者 でもあったんだけど最大のまあなんというか対立者まあ敵対者というと大げさですけど対立者でまった安倍晋三さんこの安倍晋三さんと岸田文雄さんとのまあある種の緊張関係で政権が運営されていってでその緊張関係ゆえにですねあの政権基盤が揺らぐこともあるんじゃないかということも議論されてたんですね。で でそれをおー超重要人物である安倍晋三さんが8日、教団で倒れられたことがあって、まあ、11日時点でもどうなるかわからないというところはあるんですけど、はい、あの場合によってはその最大要因が最大不安定要因というのがなくなったと言えるのかもしれないあるいは別の不安定要素が入ったのかもしれないですけどうんちょっとよくわからないところがまあ,あるんですね。うん、まあそういうよういよな状況のの中で、えー、岸田文雄さんは次のようなことを この8日の 5, 月あの5時3分に制御されたと確認死亡確認された一歩を受けた総理はですね岸田総理は次のようなことを言っています安倍元総理の思いこれをしっかり私も受け止め引き継がせていただきながら日本について引き続きしっかりと責任を果たしていきたいと思うと、まあ、思いを引き継いで受け止めて引き継ぐと。で え責任果たしますすと、まあ、言ってはるわけですよね、はい、じゃあその安倍元総理の思いとこう意味軸も岸田文雄総理が言った思いは何かっていうとこれこの間も説明しましたけど戦後レジームからの脱却が一番深い思いだわけですよ。はい、でこれは日本の真の独立ってことですね日本を取り戻すってことですよ。でそのためにデフレ脱却せなあかんと思ってあったわけですよ。でこれはもうかなりずっと言ってはって。うん、でそのために これ総理大臣が終わってからですけどそのデフレ脱却のために何が一番大事かっていうのを一番言い出したのがやっぱり積極財政の転換だとうん、うん、これ僕の番組でもちょっと緊縮財政しすぎたなと反省の弁を言ってあったりとかしてたぐらいですからね。はい、積極財政の転換しなあかんなかとうん、うん、でそのためにはプライマリーバランス規律よりも重要な政策をやっていくという姿勢が大事だなというのが骨太の方針書かれてるわけじゃないですか。これ逆に言いますよ、はい おあのプライマリーバランス規律なんて度外視してやるなんてことやってで積極財政をやってでデフレ脱却をして日本の国力をつけて、えー、自主独立戦後レジムからの脱却をするというのが安倍晋三さんの思いですよ。うんね、だってみんな知ってますよこんなこと。知ってますだって辞、ね、<laughs> められる時にやり残したことがあるって言ってはったのがこのことですもうこれみんな知ってますよ、うん、ね。それを言ってはるわけですよ。はい 岸田文雄さん思いを受け継ぎ受け思いこれをしっかり私も受け止め、うん、引き継がさせていただくとそれ、うん、で責任果たすとしっかりとはいもうちゃんと言葉が残ってます残ってますね現地取りましたね <laughs> はいあとはできるんかという話をしっかり国民として監視していく必要があるなということで今日はできるかどうかを まあ考えてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日はい、今の日本のやばさがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。さあお送りしています週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。今日のテーマは岸田文雄は安倍晋三の思いを引き継げるのか。うん。まあ、ちなみにねこのタイトルねあ,あの岸田文雄は安倍晋三の思いを引き継げるのかっていうのが実は次の 表現者クライテリオン8月中旬発売号のタイトルなんですよあそうなんんでですすよあそうね、ん、このタイトルにしようということも昨日、はい、まあ決めましたの、ね、で、編集会議で。うんうん、で、あのー、サブタイトルで、まあ、もうちょっとなんかつけようって言ってるんですけど、やっぱりまあポイントはこれだろうと、うまあ岸田文雄さんこの選挙に肩張ったけども、うん、こう思い引き継ぐ言うてはるやないかと、でそれ、どうやねんということなんですよね。で、これ、あの、まあ、言わはったことをできるかどうかってことです。はい、これだから、要すもう言ってないこと僕言ってるんじゃないから。 ったからそれできるかどうかっていうのを考えましょうっていう、まあ、まあことなんですけどねこれねなかなかねうん、まあ、厳しいんですね厳しい言ってるんだけど言ってることやらない可能性ちょっとだいぶ心配されるんですよなんでかっっていうのちょっといきますねはいまずねあの今回の選挙何だったかっていうとさっき申し上げたようにその岸田内閣の是非を問う選挙だと、うん、ねまあいう話じゃないですか。 で岸田内閣のこの8ヶ月何やったかっていうのを一応みんなで国民全体で見てチェックしてでその前に総裁選の時とか総選挙の時とか何言ってたかっていう言葉が本んだったかどうかっていうのもチェックしてよしこれいいよっていうことがまあこの選挙じゃないですか。はい、でねやっぱり一番大きいのはね次のようなポイントの言ってたことやったのかどうかっていうところですよねまずね。 あの所得倍増って言ってたんですよ。言ってました。うん、総裁になる時ね。はい、で、これあのなんか知らんけど言わんようになってるんですよね。ね <laughs> うんで、所得倍増っていうから総裁になれたんですよ。うん、うん、っていうか言ってなかった。慣れてなかったかもしれないんですよ。みんな期待しました。うんだから。まあ僕は自民党を我々ね。自民党員じゃないけど、自民党員の方が期待したんでしょ。所得倍増って思ったから入れた人もきっといたはずでね。 もし、ね、言わなくなったんだったらその票はね返してくれっちゅう話なんですよ。そ <laughs> したらもうあの高市さん総理やったかもしれんやないかということでしょだから選挙における嘘っていうのはね、うん、絶対ダメなんですよ公約ですもんね。そそうそうだからやめろお前とかっていう話にまあ繋がったってしょうがないってい話なんだけど、はい、もう何も言わなくなるという裏切りをしたんですけど「い <laughs> いよいいよ OK!」って国民が言ったんですよ。 っていうことですよね、うん、僕裏切ってもいいから、うん、今言ってることも裏切ってもいいよって言ってるのと等しいですよねこれね <laughs> でさらにね新中主義からの決別といって総裁になったこれねすごいね自民党員に受けたんですよ、うん、ここねすごいいい発言でしたよねで自民党の中にはその竹中さん的な人たちも当然いるんだけれど、はい、それに対して不満を持ってる人もいっぱいいるんですよそこの票をね取り込んだんですよっていうかねむしろね 取り込もううと思って言たたんかお前みたいなな話になるわけですよはあ<ー>これやらへんかったら、はい、でやるんやったらあやるはるから言ってんなってことになるんですけど、うん、そしたらこれどうなんかってしたらねやっぱりこれこの間あのまとまったんですけど新しい資本主義いは,はいはい。これ新しい資本主義として新自由主義から決別するのは新しい資本主義だっていうことだったはずなんだけど。 内容はね完全に新自由主義なんですよ。<laughs> デジタル田園都市構想とかっていってね。はい、でこれはまあ新原っていうその菊池桃子の旦那さんがまあまあいろいろと事務局やってはったんですけどもうのろ新自由主義的な内容でも埋め尽くされててね。ーん <laughs> い,やいいいやのと、うんうん、ででまあ新自由主義の決別って言って総裁になってんけど総裁になったらそれをひっくり返して。 逆のことをやってたんやったんやけどいいって聞いたらいいよって言ったんですよ国民が、うん、今回のすんけどね。はい、ねえさらにあとサハリン2っちゅうのがね今回してますサハリン2からガス来ない 2> エネルギーですよね。そう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 これガスなくなる言ってね、うん、これガスなくなったらほんまにけへんよになったらまだちょっと分かんないですけどほんまにけへんよになったらもう計画停電するしかないんですよ。かなりピピンンチチでですすよねですだから停電するしかないんですよ。うん で、まあ、仮にその分のガス買えるとしても我々の電気代が僕の計算によると30高なるんですよええー、もうやめて <laughs> <laughs> やだーっていうようなことでなったかっつったらサーリン2を向こうが切れて接種したからでしょうん、うん、で普通はそうならないように全力を尽くさなあかんわけですよ、はい、そんなんあの経済制裁こっちがしたら向こうもするようになるかもしれんから、うん、で戦争なんですからある意味経済的なね だからう、まあ、分かりながらやってるところがあるわけですよ。うん、で、アメリカの言う方向で、ずっとロシア批判してるじゃないですか、岸田さんってね、NATO にまでい、まあ、っちゃってるしね、もう今、行けないですしね、うん、岸田さん,、うん、そうそうそうそ,う,そう,もう、もう行けないですからね、<laughs> うん、あのロシアにはおとせもう入れないし、うんで、NATO に行って、でだからまあ、そういう挑発を、半、う、ば、ん、というか、まあ、そういう外交をやったことの帰結として、サハリン2が。 止まった可能性十分考えられるわけでそうじゃなかったそうじゃなかった可能性だってあるから。うん、っていうとこなんですけどいいっすかいいよって言ったんですよ、また国民が。別にこんないよ、俺気にしへんしって気にしろよって話ですけどもうめちゃめちゃ関係あるいいし、もうあの電気代十30%余分に払ってもいいしうんあのー、え計画停電、うわ、ただっていいよってええ人なんですよ、日本に賃、ね、金下がってんのにそうそうで。 で電力がまあそうやってなくなってきてるのはまあ火力発電もないし、はい、原発も止めてるからっていうのもあるし、うん、で物価高対策にはもう消費税が減税がいいんだけどそれもやらないしでコロナももう五類に落としてくれっていう話やのに落ちてないと。うんうん、で,で消費減税ね当然やらなあかんのですけど、はい、唯一自民党だけはやらんと言って言わないということを岸田さんはもう減免を。 してるんですけど、まあ消費税も減税せんし、電力もなくなるし、物価高も放置するし、コロナも二流のままでいいっすよねってことかで、いいよーって言ったんですよ国民が。聞いてたら何もいいことないですよね。いいよーって言わったんですよ。いいよーって言わったんですよ。要するにね、あのー、これね岸田内閣はね要するにあのこれまでのあらゆる裏切り、はい、裏切ってるわけじゃないですか。あのーうん、所得倍増って言わなくなったり新自由主義から決別するってっ新自由主義やって、これまでのあらゆる 彼自身がやった国民に対する裏切りや国家破壊を導く無意無策減税しないとか五類に引き下げないとか物価高対策しないとか電力供給対策しないとかという国家破壊を導く無意無策やあらゆる裏切りがすべて国民によって前任されたんですよ。おめでとうございますっていうことになったわけですね。んで,ねうんでこれで岸田内閣が好き放題にフリーハンドができるようになりましたと。 したらですよこれ選挙公約でもなくてその安倍さんが亡くなった日の,そのスピーチで、はい、まあ最後に安倍元総理の思いを引き継ぐと、うんまあ、言ったけれどもそれはやらない可能性の方が高いですよね。あまとそう,そう前科があるから <laughs> でしかもこれあの選挙公約ですらないじゃないですか、まあ、スピーチだから、うん、僕だったらその人が亡くなった時の総理スピーチっていうのはもう公約より重たいものだと僕は 思いますけど、まあ、岸田さんだってそう思ってる可能性ゼロだとは言わないけれどもでまあ、今までのこのねこの振る舞いを見てるとやらないだろうしでましてやですよ戦後レジームから脱却するための積極財政の転換ってやらないって言ってるんだから。うん、<お>言ってますすよねあの消費税減税減やらないし、はいうん、でプラライマルバランス堅持する すでにもう閣議決定してますからねプライマリーバランス堅持するってでいやいや入ったその重要な政策選択肢が狭まってはならないっていうのはあれはまあ岸田さんが入れた言葉じゃなくて勝手に安倍さん側が入れただけの話だからまあプライマリーバランス規律って書いてあるはそれでええやんけと。とまあ言える状況にもあるわけですから安倍さんの思いをね引き継ぐとはおっしゃってはいますがうんちょっとまあ引き継がないと。 思えるんですね思えるんです、まあ、だから引き継げるのかっていうことに関しての僕の見解はまあ引き継がないだろうなと普通に思います今のままだったら。はい、でもね可能性が1個だけあってね国民がさすがにそろそろ切れる可能性があるんですよ。さすがにいや電気ないで暖冷房でけへん暖房でけへんで物高いガソリン高いほ賃金下がる。うん なんやこれといやもう俺のコロナまたこれ増えてますからもうあれですよ、うん、今めっちゃ増えてますからねコロナ増えてますね僕の知り合いでも「パン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 」ってなってますよ「なっ、うん、とるわなっとるわ」<laughs> いろんなやつなってますからね、はい、かなり知り合いが、うん、これでもうこの黄金のここ9か月間はねなんかここまあ岸田さんなんかコロナはなんかしのいできた感じで「なんか岸田さんありがとう」みたいな岸田さん関係ないのにコロナに。 でもこれでまた増えてきて「でマンボウだ」とか「自粛だ」とかになったらこれまた変わってくるかもしれませんよ。そうですねでそでまずそれすごい国民切れますからね。はい、だって菅内閣はほとんどそれで飛んだようなところがまあありますからねまあもともと疲れてなかったっていうのもまあありますけども。で国民不安定化してたらまあ多くの永田町の記者連中たちの感覚で言うとね安倍さんたちがそこで文句言い出すと多分。 岸田内閣潰れたんちゃううかという下馬だったんですよ、えー、だからまあ岸田さんは無為無策をねこれまで続けてきたからこれからも続けるだろうしそこで安倍さんがグッといけばもう岸田内閣なんてすぐも飛ぶやろうなとまあ持たんやろうっていうのがこれ本当にみんな言ってたんですよ。のあのー、き記者の感覚から言うとベテラン記者の感覚から言うとねでも安倍さんが亡くなった今状況がね誰もわからなくなったんですよ。そうですよね、うん、なんか意外と持つかもしれんしどうなるかわからんと。 でなんだけど中田町の村の中はもうそうかもしれませんがどあいちっちゃい村ですからね人間関係だけで動いてちっちゃい村ですからそういうのはどうなんだけど今日本は滅びの最中でで国民が切れるる可能性十分あるわけですよででここでさらに日本国民切れへんかったらいつまでも無為無策が続いてまあ日本はどん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 死んでいくことになります、うん。だからあとはもう最後の希望は国民が切れるかどうかだけですね。うん うん、僕はまあそれにかけて岸田さん批判っていうのをね結構まあ続けてきたんですけど、まあ、ちょっと今はもうあの何回も誕生しましたから、まあ、しっかり岸田さんにもちょっと様子を見ますけれどもしっかり頑張ってもらいたいと思いますけどこれでまた無為無策を続けるんやったらもう国民切れますせと、うん、のちょっと分かってもらいたいとでも日本人って切れないから。 そうですねんなんかこう空気を <laughs> 読んでそう、ね、生きてますからねからもうほとんどドラッグで鳴いしてるような状況にね日本があるんですよね全体がで、うん、でだから岸田さんのこと OK って言ったわけでしょ<ー>、うん、だってこんだけ裏切られてるし破壊的な無意無作をやってるのに、ね、いいよって言ったんでしょ、うん、そんなねドラッグで鳴いした状況をそのまま歌った一曲を今日はご紹介しましょう <laughs> マドンナの「レイ・オブ・ライト」 普通って、まあ、血に流れだったら、気づくじゃないですか。やばこと言ったら、されてるのに。それ、でも別に、どうでもいいんですよ。ね。<laughs> で、みんな忘れてるんですよ。岸田さん、あの時、何言ったとか、安倍、もう、<ー>安倍さんに対して、こんなこと言ったとか、みんな忘れますよ。いや、本当にね、人間としての、最終形態ですね、今の日本人は。最終形態、ね。うん、僕は、ね、な、講義で。大衆社会のしょ戦っていうね、教科書を使いながら、まあ、人間行動学っていう講義をやってるんですけど。僕は、この問題、ずっと解いてるんですよ。うん うん、で先のことをほっといて今の刺激だけを求めるっていうこれがねもう人間の野蛮の最終形態でこれから離れるのが文明であり人格であったり人徳であったりとか倫理であったりとかっていうものなんですけどでもここに行っちゃうとねこれはもう家畜以下ですね、うん、だってもともと家畜っていうのは本能があるから、うん、ちょっと火事があったり煙があってパッて鳥が逃げたりとかできるじゃないですか。うん でも人間ってその本能が壊れてるでしょその壊れた本能のところに知性を入れてるんですけど知性が飛ぶわけじゃないですかだからね畜生以下なんですよ何もないですよだからもう単なる愚鈍なねあの汚物のようなものなんですよほとんど抜け殻そうそう抜け殻になるんですよだからゾンビですよねゾンビって汚いじゃないですかうんで何も考えてないし本能もないしこうなっとるだけでしょ だからね動物以下になるんですよだから動物畜生以下なんですよだからこのこんだけ裏政治家に裏切られてねで政治家が何もしなくてね世界中でデモを起こってるわけでしょ、うん、そのコロナのデモが起こりそれでインフレに対するデモが起こってるような状況でですよ、うんうん、日本人はもう何にも考えてもしょうがないって言って、うん、れでコロナ怖いコロナ怖いって言ってるわけでしょ。 やることやってへんのに高がってたってね、うんうん。だからね、岸田さんが悪いっていうよりも、<laughs> うん、この人をここに上らした自民党並らびずに自民党を支えている日本国民がもう畜生以下になってるっていう、うん。だってそれが結果ですもんね。うん、僕はね、ずっとね、それあの大学院の講義で14回かけて90分の授業14回かけてね、このドラッグ問題を一言で言うとね。うんはい 畜生以下問題っていうのをどうやって避けれるかっていうのを、はい、まあずっと抗議してるんですけど、うん、まあここまでねその教科書に出てくる、まあ、そういうのを末人あの末の人ってもうそのくずの最終形態で末人って言うんですけどねニーチがそう言ったんですけど<ー>この末人問題をどう解くかっていうことを僕は抗議してているんですけど今の日本人が最もそれにふさわしいサンプルですね。 <laughs> でその象徴が今総理になってるんですよねで多分総理だけじゃなくて官邸全体がまそうなっててだってゾンビって頭ん中空っぽじゃないですか、はい、動いてるけどだからまあその状況なんですよねで無意無策でしょこうやって歩いてるだけでガーンおたて死ぬじゃないですかゾンビって。<laughs> マドンナで レイ・オブ・ライトお届けしましまた、うん、レイイオブライトってこう光の線っていうことなんですけどね、これはね、同名のアルバムが98年に出版というかあの出されてね、98年にリリースされて、はい、それのシングルカット曲です。まあ、当時、まあ、いつも MTV なんかでよく流れてて、僕、当時、スウェーデンに留学してたんで、ずーっと朝から晩まであの家にいるときは MTV かけてたんで、これずーっと流れてましたね、もう大ヒットしてたんで、えー、この曲がね。だからこの曲はまあ僕にとってスウェーデンの思い出の曲なんですけど、ね、そうなんですか、うん、でこれね。 変ななビデオなんですよこれぜひねあの皆さんもご覧いただいたらと思うんですけどなんかこう変なんですよ<ん>もうなんか全部早送りでいろんなもの間違が街がガー動いたりマドンナも早送りで踊ってたりねへ<ー>でこれはねあのケタミン僕初めて聞きましたけどケタミンっていう、うん、あの悪名高いヘロインよりももっと強力なとんでもない薬物があって、はい、それを、まあ、マドンナはやってるんですって。へ<ー> <laughs> いや自分ででるんですよ でですごいドラッグでねそれをやった体験から生まれた曲だと知らないですよこれまあそう言われてるんですよやってないのだかもしれないすりませんんからやってるって <laughs> で実際マドンナインタビューで「はい、イギリスはいつまでエクスタシーやってるのニューヨークはもうケタミンよ」ってこう言ったりとかしてるぐらいなんですけどへ<ー>だからね、あのー、この曲はほんとそんな感じの曲です。いい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 よいいよいいよいい とかで歌詞もだってもうなんか感じる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 で故郷に帰ってきたら感じるとか何とかわかんないですよ。<laughs> で光の線よりもお早くう何とかかんとかって感じる感じるとか言ってでそこで全然わからんようになってなんかすごい犯罪を犯したりね、うん、もう感覚がそ、えー、うそうそうなんか殺しちゃったりとか、ね、んか猫燃やしちゃったりとかねなんかもう,わもうなんかわ理性が飛んじゃうので、うん、みたいなので知りませんけども。うんうん だから後先考えずその場の快楽刺激だけを求めるとで何もかもでたらめになるんですよだから人格がもうないですから辻褄も何にもないんですよねだからねこんな状況明典してたらね総理大臣が嘘をついたって気にならないですよそんなの、うん、分かんないですよね分かんないからから前に何言ってたかも覚えてないしほ、うん、いで消費税減税しないって,ってふうあそさあえでも何も分からないでもね どんだけ総理大臣が裏切っても、嘘をついても、ヘラヘラしながら支持すると。これが今回の参議院選挙だから、まあ、ほとんどドラッグ状態だなと。いやもう日本のやばさが、うん。<laughs> ね、わ、ね、かりました、ね。まあ、今日ね、あの日本三十分で、日本のやばさがわかりますよっていうのは、結局ね、<laughs> <ん>このけたみに。状態でしたっていう。 ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、はい、ここでメッセージのご紹介をさせていただきますラジオネーム磨き猫さん東京都大田区からいただきました先日君たちはまだ長いトンネルの中を見てきました、はい、ありがとうございます高橋あさみちゃんの大活躍する、はいうん、消費税減税せなあかんぞって言ってる、うん、女子高生の映画、はいうん 主演のあさみちゃんが学校の先生や緊縮派の国会議員を論破していて痛快でしたよ、うんうん、ぜひ全国労働ショーしてもらいたいたですとこれねまだあの7月15日からね、うんはい、もうこれも今日18日ですけど15日からこれ名古屋とかこれ東京のこれ阿佐ヶ谷ですねとかあと福岡とかうん、うん、宮城とかもういくつかの映画館でまた始まりましたから、はい、これぜひね「あの君とんにトンネルって書いて「とん」 検索したら劇場情報とか出てきますか、うん、それをチェックしてねご覧いただきたいと思うんですけど、はい、もうこの映画こそ定しててる日本本人にに見てもらいいいた映画なんですよいや本当にね <laughs> まずねこれタイトルがそうじゃないですか「君たちはまだ長いトンネルの中、うん、気づいてないでしょ」と自分らも不況の中でこの政権の中で緊縮財政の中でもうめちゃくちゃ不幸なことになってるんやでと、うん、そこでもうボーっとドラッグやってなんかヘラヘラしてたらあかんでと。 ちょっと出てきなさいという話じゃないですかそうですねだからえ消費税増税したからこんなダメなってんのとかはい。え政府がお金使わんかったらそんなやばいのとかえ、うん、借金って別にそれで破綻するってことないの政府とかって知らんこといっぱいあるじゃないですか一、うんうん、人当たりねいくらみたいな借金がね嘘<の>やってビビらされてこわいいだからも何もできない辛抱しようみたいなね、うん、このなっとるわけじゃないですか,か名店してる場合ちゃうでとうん。 もうどんだけしんどい状況なんかっていうのねこの映画をねこれご覧頂ければ、はい、う分かりますよねこれなおちゃんもこれ映画館ね、はい、この間来ていただきましたよね僕のトークショーの時7月1日の時、はいね、行かせていただきましたもうね満席でね、うん、満席で本当にたくさんの方来ていただいて、はい、本当どうもありがとうございます結構皆さんの笑ってはりましたよ <laughs> 周りの方も <laughs> これやっぱりこれ見たらね、うん あそうなんや、うん、気づきになりますよね気づきもありますし、うん、でよく言ってくれたっていう,こう痛快なねなるほどな気持ちどりますしこの磨き猫さんも痛快でしたってね、うん、こう言ってやりたいっていうのがこれありますからね、はいうん、だからねこの酩酊状態から目覚めていくためにもね、はい、あの日本って今もう本当トンネルの中でズブズブ滅んでいく腐っていく最中ですからこれ早ごとでいうとにはね、はい、日本のこれ未来ないですから。はい うーんなんとかねこれまた是非ご覧いただきたいなとあと先生のね本も含めてあそうそうそうプライマリーバランス防国論、はい、あいそうそうプライマリーバランス防国論のね2017年バージョンは阿部さんの写真がドーンと載っててね阿部、うん、さんと2人で作ったこう「2プラトン攻撃」みたいな本だったんでね <laughs>、はい、それをさらに今回進化させてうん,うーん いろんな方呼んでいただいて、これ安倍さんの思いを気づくためにも、はい、記者さんにこれまた呼んでもらうのあげませんね、はい、これね。よろしくお願いします。気づけるのかね。引き継いでください。ください。そうですね。はい、お願いします。かじゃなくてください、はい、っていことですよね。そのためにね、はい、あの表現者クライテリの最新号でもね、はい、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。ぜひ、はいはい、ね、これあのウクライナの問題語ってますが、やっぱり今の岸田内閣のロシア外交っていうのは巨大なミスを犯しているという危惧をね、この 記事読んだらわかりますからウクライナからの教訓もう全然官邸このウクライナからの教訓を学んでないんじゃないかという思いで編纂したものですからねこのもぜひ皆さんに読んでいただきたいなと思いますよろしくお願いします、はい、ホームページは1割お得な定期購読もご利用いただけますまた番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしておりますメールアドレスは藤井アットマーク KBS. 京都ですよろしくお願いいたしますそれでは編集長今夜もありがとうございました、はい、ありがとうございましたそれではまた来週月曜午後9時半までさようなら